芝富小学校の5年生です。5年生では綺麗な芝富地区を目指して日々学習してきました。その中でも私たちクリーンチームは芝富地区をきれいにするためゴミ拾いや地区に落ちていたゴミを集め分別したり実物を見せたりしどれだけあったかを知ってもらおうとしています。調査した結果こんなに多くのゴミがありました。そしてクリーンチームが活動するためにいろいろな情報を集めていると富士宮市では市の公式ゴミ YouTuber マッサンが活動していると分かりました。そこで学校の関係者やお父さんお母さんたちだけではなく地域の人や富士宮に住む人たちにきれいな街づくりについて知ってもらうため市の公式ゴミ YouTuber のマッサンとコラボ活動をしようと思いました。マッサンと一緒にゴミ拾い活動をしたくてお呼びしました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。じゃあゴミ拾いスタート。さあ行くぞ。ここは通学路の子たちもいる、はい、いるんだよね。はいはい、ゴミって普段この辺落ちてたりするの？まあ、たまに落ちてる。なんかさ、吸殻とかが多い。あれ何？あ、ねか。いいよ。ペッチボトルゲットした。ありました。やぶさめ。じゃあみんな歩いて紅葉台公園来ましたね。来ましたね。今からこの周りをゴミ拾いして集めたゴミを後でみんなで分別します。じゃあみんなで頑張りましょう。わー、よし、ゴミ拾い出発。重たい。木だと思ったからちょっとびっくりした。木だと思ったから。じゃあ木に見えた鉄がありました。すごく重いです。こっちは子供のおもちゃが落ちてました。メリカさんが別人だったもん。あれだと違う人間になってきた。目に手かかるじゃん。手がさ、怖くなった。うわー、なんかめっちゃ汚れた。取るよ。みんなゴミ出す日って何曜日？月曜日と木曜日で。月曜日とか出してる。マッサンという名前にしたんですが、みんなから呼ばれやすいかなと思って。あー、なるほど。じゃあなんでいつも帽子をそういう被り方に？その方がわかりやすいでしょ。うん、あー、すぐわかるでしょ。確かに。だから常にわかりやすいよ。そう、わかりやすい格好してる。黒ちゃん、明るい色。缶やペットボトルがパイプの中にありました。ではなぜゴミを個別に分別するんですか？はい、ゴミを分別するのは分別をすることによって燃えるゴミの量を減らすため。例えば燃えるゴミで全部燃やしちゃうよりもペットボトルとかそういう風に分別することになります。
て燃えるゴミの量が減るし、あとそのペットボトルとか瓶とかっていうのは他のものにリサイクルすることができるので分別をします。ゴミはどう分別すればいいんですか？はい、ゴミは燃えるゴミとか燃えないゴミとか、あと缶、瓶、ペットボトル、プラスチック、主にこの6つに分別をしていきます。バッサン、タバコとか。なんだこれ、将棋の駒。プラスチック、プラスチックっぽいね。待って、よし、みんな、いろんなゴミ拾いましたね。いろんなゴミ、みんな拾ってくれたおかげでこの周辺がきれいになったんじゃないかと思います。じゃあ今からこのゴミを持って芝富町に戻りましょう。はい、オッケー、よし。あと重い？甘いです。重いです。あ、重い、重い。よし、かわいい。それがいいです。富士宮の3です。今日はみんなで一緒にみんなが住む芝富地区のゴミを拾いましたね。はい、みんなでが住んでる地区を自分たちの手で拾うっていう貴重な経験ができたと思います。はい、はい、あと分別もちゃんとしましたね。今後はみんなもちゃんと分別をして、ゴミは捨てない、分別をする、約束してくれますか？はい。じゃあその気持ちを常に持ってこれから学校生活に楽しんでください。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。よし、この活動で私たちのような小学生でも自分たちの地域をきれいにすることができるということが分かりました。またマスさんとの交流でゴミを分別することの大切さも改めて伝わりました。この動画を見ている皆さんも自分たちの地域をきれいにするために何ができるのか考えてみてください。皆さん、チャンネル登録お願いします。はい、ヨガロ君、これ下の書いていい？書いてもらっていい？書いてもらっていい？はい、どうぞ。一番いい。イエーイ。